んちゃん、たかしです。今日も元気に行きましょうね。はい、今日はトリックでございます。超進化キャラ2人行きまーす。ちょっとついてトークできればと思います。それでは行きましょう。お願いします。さあ、ゾロとローが超進化で来るみたいですね。これね、あのケイさんの端末でございます。はい、というのも、うん、僕両方持ってません。僕もでもゾロしか持ってない。というわけで、多分するとしたらケイさんがゾロ調子いいからということで、フラフェやろうかな。うん、え、フラフェ、なんでフラフェやろうかな。俺わかんない、最近ちょっとトレクルやりきれてないから。フラフェっていうなんかあれと、そういうはい、できました、できました。フラフェの冒険、はい、面白いよそれ。フラフェやろうかな。フラフェっていう冒険があるの、はい、把握できてないから俺。まあいいから見てきましょうよ。はい、はい、強いんでしょ多分。はい、はい、これやば、マジであれじゃん、ドレスローザのゾロじゃん。はい、ちょっと待って、明日早いな、流れるのか。下に言うだけ、上の方がいいんだっけ。上、上、行った、これだ、ピーカンのところだね。そうそうそう、時代三千大先生からじゃん。サントリオ王妃、何がパーティー、時代三千大先生、必殺技の長ぇー長ぇーな。待って、もう一回もう一回、はい、敵全体にキャラの攻撃かける120倍の無属性ダメージを与え、うん、一旦の間自身が船長、ウレンド船長、助っ人船長の時は、うん、斬撃タイプキャラの攻撃は2倍、一緒だ。船員の時は、うん、1ミのチェーン係数が 2.5 で固定され、うん、斬撃タイプキャラの攻撃は 1.75 倍。え、これ待って、ちょっと待って、一回落ち着いて考えさせて。一旦落ち着いて考えさせて。え、これ船員だったら、え、船員の方がいいの、良さげじゃない。船長だったら2倍になる、船員だったら、うん、チェーン係数 2.5 で固定かつ 1.75 倍。あ、なるほど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 、船員の時にちょっとパップしたところ。なるほどなるほどなるほど。ああ、なるほどね。はいはい、うん、つまり船長効果超短くね。一緒じゃねって一個、あ、あれがなくなったかも。え、あの不当なシエットその時一個前倒さなきゃいけないっていうのがなかったじゃないですか、うんうんうん、それになったら3倍だったんだよね。うん、今もうこれ短いなもん、ね、スッと。え、待って、条件なしで3倍なの。つまりで体力いってくる。ちょっともうすげえ時代になったな、トラック。すげえ時代、すげえ時代になったな。いや、俺最近ちょっともう あんまついていけてないんですよ、うん、正直ね、うん、その難しくて、うん、やべえ時代だな。すげえ新世界だな。本当だな、やばい。え、ちょっとゾロ欲しいな。ちょっとこれね、まあ一応条件なしで公開取りするなと思って。なんじゃそりゃ、強、なんじゃそりゃ、マジで。船員の場合には強くなったな。うん、いや両方だね。だから船員になっても強いし、船長でもすか。いや待って、条件なし3倍はもう意味わかんないでしょ。強い、いや、アホ強でしょ。わかんねえけど。超強くね、だって。で、頼れるやつになるんだ。あ、なるほど。いいな、持ってないよ、俺。ちょっとゾロ欲しいな。だって一大三千大先生会でしょ。なんて興奮してちょっとね。一大三千大先生会でしょ。あれシューッてやるの、やば、やば。いいな、ゾロ出ないかな次、はい、あとローも来るでしょ。はいはいはい、ラジオナイフ、はい、ちょっと長いな、まだ流れちゃう、長いな、一回流れ始めて、一回流れ始めて、待たないといけない、待たないといけない。はい、はい、敵全体の HP バーにかかっている全てのバリアを一旦減らし、うん、敵全体に20万の固定ダメージを与え、うん、一旦の間白式タイプキャラの白式のスロット影響 2.25 倍。白式なんだね、スロット 2.25 って言うんですか、倍を超えたってことですか。うん、あ、こっちのローか、あ、なんでこっちのローか、俺昔ローかと思った。え、もう新しいローじゃん。そうだよね、だよね、この間、この間つい最近出たやつだよね、うん、神打つの人の心、白式、あ、白式なんですね、うん、攻撃が3倍、あ、常時3倍やん、うん、体力 1.25 倍、ターン終了時2パーク1回につきキャラの、え、ちょっとね。激強やん。ちょっと下行ってみるか、はい、打突タイプだったよね、前はね、うん、攻撃する役割になってた動画、白色タイプの準備が強い。じゃあこれ超進化するかしないか悩むパターンのやつじゃ、持ってる人、俺持ってないけどね。なんなんそのなんか持ってないけどねみたいな、なんすかそのキャラは。いや欲しいなと思って。新しいキャラね。敵全体に HP 目がかかってる、それで俺一旦減らしって、でも使う時あんの、あんまなくね。
前はなんか関係なかったっけ。それは黄色のローでしょ。あ、どっちか。これは即のロー。なるほど。で20万与えて 2.25 かスロット。ただ白色になるのね。なるほど、うん、前兆効果は常時3倍やん。常時3倍シリーズになってきてるんだよね今ね。条件なしで。条件なし。やば。シリーズ化されてる。白ひげすげえ弱くなっちゃった。ちょっと寂しい俺。最初の別言に白ひげ。白ひげもまた超進化きますから。また超超進化になっちゃいます。もしかまたフェスに来るかもね。あ、白ひげでね、それはあるんじゃない、うん、今回メンバーでしょ、うん、はい、はい、なるほどなるほど。この2人が来ますよってことですね。なるほど。はい、でミンゴも来るんでしょ、新フェスゲンでね。そうだよ、ここ。それはまだ出てない。まだ出てないから、また出たら取れるの、ね、はい、ちょっとトレジャーマップ俺ちょっと見たいんだけど。ていうかさ、3ヶ日トレジャーマップってエグくない？やばくいいよね。え、超かっこいい。ここか、レオバズーカじゃん。そうそうそう。ちょっとこれもついでに見よう、うん。やっぱりでもこれ、いや、長え長え。長えな。お邪魔を含む全てのスロットをランダムで入れ替え、うん、自分のスロットを即に変換し、うん、敵ってあるキャラの攻撃かける300倍の無属性ダメージを与え、一旦の間1ミリの属性相性の影響がかかる。あ、ぜ1ミリ全然関係ないんだ。あ、強いね。強。パーフェクト2連続4連続以降、自由強靭2倍、4倍にステップアップし、強いダメージ4%。減らす。いや、必殺技めっちゃクセは強いんじゃない。先行効果2個ある。あ、で、新しい2人が倒れるやつで、うん、うん、で、下がああ出てんじゃん、新しいミンゴも。あれ、新しいミンゴだよね、多分。あれ技のやつ、あれミンゴか。ミンゴでしょ、あれ。あんあんって何やん。あれミンゴか。え、これミンゴでしょ。え、逆にないの、あれ。ミンゴ以外何イメージしてるっけ。なんかね、変なやつに見える。変なやつってなんだよ。なんで変なやつ頼れるやつに。変なやつ頼れるやつにすんなよ、お前。入れんなよ、変なやつ。あ、ミンゴか。ほんとだ。どんぐらい大変なんだろう。それによるよな。ちょ、トレジャーマップ結構ね、個人的にすげえしんどい。どうですか皆さん。いや、まあやれてる人もちろんいるんだろうけど、うん、個人的には結構ねヘビーだなって思ってるんで、それが三が日に来るんかっていうのはちょっとありますけど、うん、まあでもやれる限りはやろうかなと思います。なるほどね、うん、ウェーイ。はい、そんな感じですかね、うん、でこれでしょ、このドラミングでしょ、次来るやつ。ちょっとそれやばい。ちょっとそれも来たら、うん、撮りましょうか。あ、はい、そんな感じでございました。すごいです、もちろん弾きますので、ぜひその動画も見てください。はい、すごいでした。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。明日も楽しもう。まあまあね。